やっぱりこの骨盤の高さも揃ってるんですね、はい、さっきこう上がってる感じだったんですけど、はい、今だとここがフラットな状態になっているので、はいはい、だから足の長さも改善されたと思うんですね、はい、こうかかとが来ますよね、はい、はい、すごい、はい、でまあ、あとこう、まあ、今だとまあ大体こう両足の間隔っていうか、あの幅、さっき右のがこう離れる感じだったんですけど、今だと寄せても戻ろうとしないというか、っていう感じですね。なんか右の方が足もこう開いてますよね。確かにそうですね。なんかこう、こう自然と開いちゃう感じですよね。こう、閉じにくいですよね。なんかこう、開いた方が楽って感じですよね。もう四つ曲がってましたね。そうですね。それが割とまあ改善されましたね。いや、すごいですね。はい、でもなんか今日前回よりもなんか、はい、体がね、なんかそのやっぱ無理したのが残ってる感じですね。結構、まあ、うん、この1ヶ月でいろんなハプニングがありまして、あら、まずそれだけじゃなくて、他にもちょっと嫌なことあったりしたんですか？嫌なこと、まあ、嫌なことは、うん、まあ、ないのですけれども、うんうんうん、まあ、あの、うん、まあ、大変ですよね。怪我しちゃった状態で仕事とか他の生活普段するっていうのはね、本当にあの、ちょっとやっぱできることがかなり制限されてしまって、うんうんうん、これはやばいよっていう感じに、まあ、なってしまったりして、でまあちょっとこれはやばいなということで、うんうんうん、まあちょっとあのまあちょっと花澤さんご覧になられてしまったと思うんですけど、はい、まあちょっとあの、はい、あの、逆にまあ、はい、まあそうですね、まあちょっと個人的なお話になってしまってあるんですけど、はいはい、まあちょっとかなりちょっと仕事に支障が出たので、はい、まあちょっとあの動画に、まあ、はい、出演してしまったという。あ、そういうことだったんですね。そうなのです。まあちょっと。ちょっと不本意ながらという感じなんですか。まあ、あの、それにまあ、一度、まあやって、まあ、やったことがない、はい、まあ、ここやったんで、まあ、ちょっと、せっかくやって、もう、怪我してるし、うんうん、ちょっとやってみようみたいな感じで、ちょっとまあ、はい。まあ、初めはちょっとまあ、なんか、まあ、せっかくまあ、仕事がちょっと、かなり今、支障してるし、まあ、まあ、ちょっと、まあ、まあ、まあ、ちょっとやってみよう。まあ、お金のなんか、うんたらかんたらが。いや、まさか本当に花澤さんがご覧になられてると思ってなくても、もう史上最高に恥ずかしいです。でも、あの、すごい、あの、よかったですよ。よかったですよって言えない変かもしれないですけど。なんかスタイルいいなって思いました。そのなんかもう本当にもう、大の大人が本当にもう、すいませんっていう感じで、もう本当に。評判良かったんじゃないですか。もうなんていうか私、あれ見返すの恥ずかしいで、はい、もう見てないんです。そうなんですね。もうですかね、ちょっと、いや実は私あれ、あの、まああの、うん、他にもなんか、うん、あれ出演したの見たっていうのが、はいはいはい、うん、実は割と来てて、ああ、そうですか、うんうんうん、うん、なんで知ってんねんって思いながら。うん、だって結構出てましたもん、ツイートが。すごい恥ずかしくて、ちょっと本当穴があったら入りたいって思いながら、ちょっとなんかまあそれもなんか、あの恥ずかしさのあまり、縮こまっていて、だからそれで最悪も痛かったのかなと。そうか、そうだったんですね。それはそれは。まあ、もう本当になんか自分の中でちょっと隠しておきたかったけれども、うん、もうついつい喋ってしまいました。あー、気持ちいいです。私のツイッターで、私もなんかこんな喋っていいか分かんないですけど、はい、あの、まあ、中野さん出ていただいたときに、はい、なんかお店にも来たことがある、お客さんで、まあ、ツイッ
ッターもフォローしてくれてる方なんですけど、うん、ロマンス中野さん好きなのでびっくりしました、すごい嬉しいですみたいな、めっちゃ嬉しい、はい、コメント来ましたよ、えすごい嬉しいそうそう、まさか花澤さんのところで見に来ることになるとはみたいな、ああ驚かれてました、いや本当にすごい嬉しいです、うん、なんていうか私、まあ、うん、なんか、まあ、SNS、うん、まあ、ちょっとなんかいろいろまあちょっと投稿してしまったら、うん、まあちょっと、うんうん、すごいまあいろいろ言われたり、大人のなんかちょっと事情とかなんかそういうので、ちょっといろいろ言われたりしてしまって、すごい本当にもう、うん、なんかやっぱあれですか、歌出したことですか、そういうことは関係ないですか、うん、なんか、はい、ちょっと、うん、やっぱり、あの爆死した CD は、はい、うん、結構本当に、うん、ちょっと。まあ今はちょっとまあ、ちょっとどこまで喋っていいのか本当にわかんないですけど、わかんないことが多いですね。なんかまあ、まあでもとりあえず私が喋ってることは全然全部流しちゃっても大丈夫なので、まああの、うん、まあまああの爆死した CD も、まあ、本当にまあ今思えばすごいなんていうか、うん、たくさんの大人がすごいちょっと関わっていた。うん、ですけれども、うん、その歌を好きになれなかったんですよ私。あ、そうなんですね。なんていうか、うん、あの好きでもないものを人に売るという行為が、うん、それは辛い。それは辛い。なんていうか、自分が好きでもないものを果たして、うん、そのお客様がそのお金払って、うん、その自分好きなものないものを押し付けるっていう感じがして、すごい正直嫌だったんです。ああ、そうだったんですね。いや、もう今これ言ったら本当に初めてです。ああ、なんていうか、うんうん、なんか自分の感情、うん、自分の感情に嘘つくのがすごい嫌で、うん、なんか、うん、この歌、うんうん、好きですって言えなかった。ああそうだったんですね。うん、え歌って、はい、その中野さんが作ったわけじゃなかったんですか。あまあ大の大人だという、うんうんうん、あのまあまあだなんかちょっと、うん、あのなんかちょっとなんか言うの恥ずかしいな、まあ。まあ CD、はい、まあそのうんまあ所属していた事務所に、うん、が、うん、まあ作成した CD が、まあ。なんですけれども、うんうん、結構なんていうかまあロックな感じの曲なんですけど、うんうんうん、なんかいまいち好きになれなくて、うん、ね本当になんかちょっと、うん、なんかすごい精神的に、うん、ズンって、うわふふくらはぎめちゃくちゃ硬いですね。あ、そうです。ふくらはぎ。もう、あの、パンパンパン。びっくりした、今。えって思うぐらい硬い。いや、多分、めちゃめちゃ、もう、膨らんでると思うんです。すごい。硬い。足、疲れてるんですね。多分、なんか、おそらく、やっぱり足の結構、打ったせい。あ、そうなのかなと。多分、あの、いつもの、いつもよりも、さらに、いや、そうですよ。だって、全然こんな硬、前より全然硬いですよ。多分やっぱり足怪我していた影響もあるのかなって。どっちの足であの怪我したんですか。膝、左膝が悪くなっちゃったんですね。あ、そうなんです。でも両方硬いですね。もう本当に簡単で、うわー大変。多分なんかそのながらまあ本当に少なくとも最初の2週間ほどは、はい、本当にもうなんかちょっと、うん、ちょっと動かすだけでも本当に痛くて。あ、え帰りどうしたんですか。あの帰りは本当に、うん、まああの何ですね、そんななんか、うん、足をそんな、うんうんうん、曲げたり走ったりしなければ、うんうん、まあまあ、うんうん、そんなまあ歩けるっていう感じで、うん、だったんですか。うんうん、あで本当にまあ速度を落としながら歩いたっていうのが、
たら本当にあれ、かなり支障が出ますね。ですよね。だって今までもこんなに硬いんですもんね。めちゃめちゃ本当にもう、ふくらはぎパンパンっすよ。だいぶなんか溜まってる感じがね。え、むくみって水分ですか？まあそうですね、むくみ水分ですね。でもこの硬さは多分こう筋肉の緊張が強いと思いますよ。ああ、緊張、筋肉の緊張が高いと、硬くなりますね。怪我なんかすると典型的にやっぱ筋肉がぐっと硬くなるんですよ。体を守ろうと、出血を少なくしようというふうになるので硬くなるんですね。でその後リラックスできればちゃんと体が治ったっていうふうになれば緩むんですけど、緊張状態が続いて、例えばよく眠れなかったりですとか、体に十分余力がないのままでいくと、そのタイミングの怪我か硬さっていうのが治らない、なかなかそのまま残ってしまうことがあって、多分 それだと思います。ちょっと異常な硬さになってるので、だから多分バッてなったその硬さ、痛いっていう時の硬さがだいぶこう緩むことなく続いちゃってるんじゃないかなと。ちょっとあれもこれもとかって忙しくしてたりとか、なんかちょっとそうですね、ゆっくりできなかったっていうところですかね。怪我をすると、筋肉も緊張しちゃう。すごくしますね。それはまあ防御反応なんですよね。体を守ろうとして、まあやっぱり弛緩しちゃってると血が出っ放しになっちゃったりするので、まあ少しでもそのダメージを抑えるためにこう固くして守るっていう感じなんですよね。でもやっぱその状態が続いちゃうとすごく疲れますし、まあ、一応止めようとしている状態ですから血流も悪くなりますから、冷えますし、だからまさに今冷えてるし硬いしで、だからやっぱりそのもうそんなに力む必要がないのに、なんかタイミングを逃しちゃったんでしょうね。そのまま硬いままで来ちゃってたんですね。もう硬い状態がもはやもう私そうデフォルトになっちゃったんですよね。なかなかね、やっぱりそういうのもそうですね、きっかけがないと、特にあんまりその普段から自分の体をちょっと酷使しがちな人とかは残っちゃいますね。うまくその呼吸法ですとかね、趣味があるとか、なんかうまくそれでリラックスするとか、オンオフをちゃんと分けられる人はいいんですけど、なんとなく日常生活でも考え事しちゃうとかね、なんかよく寝れてないとか続いてしまうと、それがまあそのままになってしまうっていうか、はい。多分中野さんもあんまりこう自分をいたわるのがうまくできてないんじゃないかと。全然もうできてないんですよ。なんか自分の体のこと全然分かってないというか。まあ、結構本当に不便で支障があってもう疲れてたっていうのもあると思いますし、もう精神的にもなんか気使っちゃったりとかが多そうなので、それでまあそのまま硬さが残っちゃったんでしょうね。すごい、でも確かに触られて初めて自分めちゃめちゃ硬くなってるんですよ。ちょっとなかなかきっかけがないとね、その状態の把握さえもね、そうです、できない、気づくことさえないですからね。
今日会ってよかったですね。なんかタイミングがあってよかったですね。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。See you. See you.